篠原涼子42が10月スタートのフジテレビ系ドラマ大人女子仮木曜 50.0 に主演することが27日分かった。男に振り回される3人の女性が夢を叶えるため奮闘する物語で、あげまながら自身は幸せになれない40歳独身 OL の主人公をキュートに演じる。リアルなアラフォー女子役に定評のある篠原は、全国の女子の皆様にはぜひご覧いただきたいなと熱演を誓った。一昨年4月期放送の同局系主演ドラマラストシンデレラでオスカした親父女子を好演した篠原が、今度は大人女子でアラフォー女性の共感を呼ぶ。同作はダメな男に振り回される3人の40歳女性が時に傷つけ励まし合いながら幸せをつかむため奮闘する大人の恋愛物語。脚本は NHK 連続テレビ小説梅ちゃん先生などを手掛けた尾崎進也氏で、大人になっても女子であることを諦めたくない切実な姿を泣き笑いで描く。篠原演じる秋は仕事をバリバリこなす40歳の独身 OL で、一見できる女に見えるが恋愛では相手に尽くしすぎ幸せをつかめない残念な女。付き合った男を出世させるあげまながら、最終的にはお前は一人で生きていけると振られ、本音は二人の親友と飼い猫にしか話せないというキャラクターだ。主人公が気になる大人男子を演じるのは江口洋介47。独自の恋愛哲学を持つ偏屈な脚本家で、秋の仕事の依頼を断るなど犬猿の仲だったが、次第に意識し合っていく。篠原と9年ぶりに共演し、連ドラでは初顔合わせとなる江口は、熱量のある恋愛ドラマを一緒に作り上げていけたらと気合が入る。ラストシンデレラ以来、2年半ぶりに同局連ドラに出演する篠原は、今回のドラマのテーマの一つは、女子は何歳まで女子なのか。私は、女子はいつまでも女子と思っておりますので、全国の女子の皆様には、ぜひご覧いただきたいなとアピールする。笹原の熱演で、大人女子が流行語になる。かも。そんな篠原涼子が、徹子の部屋に初出演した時に、夫で、俳優、市村正親、66、や、7歳と3歳の息子についてなど、プライベートを明かした。ここに座れることが本当に夢だったので、嬉しい。主人ばっかり知っていて、ずるいなと思いながらと感激の篠原。女優、黒柳徹子、82、に息子らが大好きというパンダの赤ちゃんの鳴き声などリクエストし、大喜びした。夫の市村について、裏と評がない。芝居が大好きで、温かくて。あの人こそ、一生ピーターパンだなって思うぐらい、ずっと夢を持っている。年齢を重ねて、体は老けているかもしれないけれど、中身は誰よりも子供のよう。うちの息子で、一番の長男は、主人かもって思うぐらいと笑顔で話しつつ、昨年7月に、早期の胃がんと診断された際には、本人がただならぬ表情だったので、何か、これは、普通じゃないなという殺気を感じたと振り返った。さらに、黒柳から激励を受けたことに触れつつ、ショックがあっても前に前に行く人なのですごいなと思った。回復もとても早かったですし、感謝していますと一礼していました。本名市村涼子、旧姓篠原。生年月日1973年8月13日42歳。出生地群馬県桐生市。身長162cm。血液型 B 型。職業女優。ジャンル、テレビドラマ、映画、舞台、CM。活動期間、1989年。配偶者、市村正親、2005年。事務所、E コンセプト。主な作品。ドラマ、光と共に、自閉症児を抱えて、溺れる人、アネゴ、アンフェア、派遣の品格、ラスト、シンデレラ、映画、冷静と情熱の間、ジャムフィルムス剣玉、 THE 宇宙天ホテル、アンフェア・ザ・ムービー、アンフェア・ザ・アンサー、 CD シングル、恋しさと切なさと心強さと、もっともっと、レディジェネレーション。